はい、皆さんこんにちは、ロボコちゃんです。今日もご視聴いただきましてありがとうございます。今日は3月4日土曜日、今日はね、島村の回転アタックをしたんですよ。久しぶりに朝一で買いに行くのは久しぶりで、回転アタックしてきました。というのも今日はですね、インフルエンサーさんのコラボがね、発売が多くて、テラさん、ユミさん、あと枝さんっていう方の発売があって行ってきました。何買う動画作ったんですけど、狙ってたのと全然違うやつ買ってきてしまったので、はい、それをね紹介したいと思います。はい、ということでまず1点目なんですけど、こちらは狙ってた通りに購入してきました。それがこちらです。はい、テラさんのアノラックパーカーになります。 TRW アノラックパーカー M サイズ、淡い白、税込み1969円、517-0266です。ポリエステル 100% です。これはなんか再販になるのかな、去年も出てて、その時はあんまり興味なかったんですが、やっぱりいろんなファッションのブランドさんがアノラックパーカー出されてるので、だんだん気になってきて購入しました。今回は五分袖になっているアノラックパーカーで、こちらは新色の淡白ですね。ちょっとそうベージュ、グレーっぽいベージュに見える感じの色を購入しました。ポリエステル 100% なので通気性があんまりないので、真夏というよりはもうちょっと早め、春ぐらいから着た方がいいのかなという感じです。はい、こんな感じに、ここになんかポケットがあるようなパーカーになっています。はい、ということで M サイズ着てみたらこんな感じです。五分袖って書いてあったんですが、それより長いですね。七分ぐらいに感じます。で、ここにポケットがあるんですが、ここ縫い、真ん中縫い付けてありますが、中はつながってます。なのでちょっとスマホとかは入れれないけど、なんかがさ、なんかカード切符とかなんか細々したものだったら入るかなっていう感じですね。で、紐も同じ素材のポリエステルです。で、後ろの方が少し長くなっている感じになります。はい、こんな感じで、私はですね、どう合わそうかなと思ったんですが、はい、ということでコーデなんですけど、私はこういうストンとしたスカートにグルカサンダルを合わしそうかなと思います。全然インしてもいい感じの生地なので、シワにもならないし、中でもたつくこともないので、まあ、インしても可愛いと思うし、まあ、出してもね可愛いかなと思います。2色あって、ちょっとサファリっぽいカーキとこれがあったんですけど、こっちの方がカジュアルにあまりならずに着れるかなと思いました。シンプルなので一見ね、ラックパーカー感もないですし、挑戦しやすいかなと思います。はい、次がテラさんの商品を、またテラさんの商品を買ってきました。こちらです。はい、こちらのメッシュのカーディガン、これ新作なのかなと思って私買ったんですけど、インスタグラムで見つけられなくて、新作かどうかちょっと自信がないんですけど、メッシュっぽいのがあったなと思って、はい、このメッシュのカーディガンを買いました。商品名が TRW メッシュプルオーバー M 中薄だいだい、税込み1419円、501-1177。ただ素材がポリエステル 100% です。このメッシュのねカーディガンなんですけど、この肌色っていうの、白と黒があって、これがなんかよく見えたので買ってきました。買ってきてしまいました。試着しなかったんですけど買っちゃいました。まあちょっと季節はね、買うには早いんですけど、なんか使えそうな、ピンときたんです。普通に可愛くないですか？ちょっとあんまり穴が開いてるから冷房対策っていう感じではならないですけど、でもちょっと外で
移動しなきゃいけない時とかの日焼け対策にはなるかなと思います。で、肌色なのでそんなになんか黒みたいにちょっと素肌感というかいやらしさも出ないので、で可愛いしなんか使えそうかなと思って購入しました。これはね、茶色のパンツに合わせたいなと思って購入したんですけど、こんな感じでね、茶色のパンツに合わせたら絶対に可愛い絶対可愛いかなと、はい、思いました。取れるけどちょっと引っかかるやつなので、取ったらつけるのがめんどくさい系ではありますけど、でもちょっとこうやってあげても可愛いかなと思います。これ可愛い、単色コーデ好きな方とか、シースルーコーデとか、あの軽い色で合わせるのが好きな方は結構好きかなと思うんです。これ寒いけど、はいはい、もう一点購入してきました。こちらの方はですね、今日発売とかじゃないんですけど、あのなんか気になって買ってきました。それがこちらです。じゃあフラッシュブルーのやつです。シアーのトップスなんですけど、シアースラブロンティ M サイズ泡白、税込み1089円、521-8594、ポリエステル 100% ということで、なんかインスタグラムとかでこのシリーズいろんな色があると思うんですけど、結構使えるっていうのを投稿をなんか見てたのでまあ白だからすごい使えるかなと思って一回購入してみました。はい、これも試着してないんで今から来ます。あのスラブティーっていうことで、ちょっとなんかあの模様がまだらにある感じの T シャツで、こうほらこうちょっとね模様が出るのが可愛いなと思います。透け感はこんな感じで多少透けますけれども、そんなになんかマイルドにすりガラスのように透けてくれますので、そんなにいやらしさもないかなと思います。あとは白なので結構何にでも合わせやすいかなと思います。それでやっぱ結構あったかいです。もうこの時期やっぱりこう真夏は暑いと思うんですけど、春先とか薄着してしまって外に出たら結構寒いなっていう時とかあると思うんですけど、これだったらまだ4月ぐらいから着れるのかなと思います。来月ぐらいから。結構可愛い、なんか1枚でもこのまだらな模様が出るので、これだけでも様になると思います普通に。あとはさ、あの中途半端な季節の時にこういうジレっぽいやつのインナーとしても白だから合わせやすいかなと思いますし、ワンピの下とかに着ても重すぎなくていいかなと思います。かわいい。コーデの前に狙ってたけど購入に至らなかったやつがあるので、ちょっと理由だけ簡単に説明しようと思います。今回は枝さん狙いだったんですけど、結局枝さんのやつね一つも買わなかったんです。まずあのこのジレですね、ロングジレなんですけど、あの写真で見た感じあのベージュと濃い緑の2種類だと思ってたんですよ、うん、なんですけど私が肉眼で見た感じ薄い緑と濃い緑に見えたんですよ。なのでもうちょっとこういうベージュ系が良かったんですけど、もうどっちかというとカーキとモスグリーンっていう感じだったので、どっちも緑だなと思って、あんまり緑着ないので迷ったんですけど、やっぱりロングジレだから面積がね大きいし、すごくカーキの面積が大きくなってしまうので、ちょっと思ってた色と違ったっていう点で諦めました。あとシャツもすごい良かったんですよね、あのロングシャツワンピースみたいな良かったんですけど、なんかねバランスがやっぱり難しくて試着したんですけど、どう着たらいいのか分かんなくて、結局私が着たら上半身が肉厚に見えて、下半身がこうシュッと何ていうのかな貧弱に見えてしまって、
ボトムスとか下半身の合わせ方がすごい難しいなと思っちゃって、あの可愛かったんですけど買っても着ないかなと思って諦めました。あとユミさんのやつは特に今回欲しいものがなかったので諦めました。ただめちゃくちゃあの争奪戦というかめっちゃ買ってる人は何人もいました。はいなので今回あの私は狙いが違ったので平和に買い物できました。ということで最後はコーディネートをお楽しみください。どうぞ。Just keep painting constellations.